ビートライブニュース。さて、タボーさん、はい、本日のニュースは、昨シーズンビートライブのオフィシャルチームが参加したイベントからトゥインクル上映をお届けします。はい、開催期間25日、イルミネーション級55万個、総来場者数20万近くというイベントです。はい、今回で記念の10回目を迎え、まさに上映史の冬の風物詩となりました。それではサウンド広場でのパフォーマンスをご覧ください。去年もこのステージに立ち、温かい拍手と声援をいただいてすごく嬉しかった思い出があります。地元の上映を盛り上げるためにも精一杯踊りますので、応援よろしくお願いします。こんな綺麗なイルミネーションの中で踊らせてもらい、本当に嬉しいし楽しく踊れました。すごい楽しそうですね。そうですね、はい、次回は体にイルミネーションをつけて踊ったりしたいですね。いいと思います。